こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、建築確認が必要な場合、不要な場合について解説いたします。この表を頭に入れていただければ大丈夫なんですけれども、ちょっとこの表の見方ですね、これをちょっとまず最初にお伝えをいたします。まず、この列は、建物について記載をしております。どんな建物なのかですね。で、ここが区域ですね。どのような区域なのか。で、ここがどのような行為を行うのか。で、丸の場合は建築確認が必要。で、それ以外は建築確認が不要ですよっていう話なんですね。こういったところは建築確認は不要ですよ。まず、建物について頭に入れなければいけないことがあるので、まずそこを頭に入れましょう。で、まず一つ目ですね。特殊建築物と呼ばれる建築物です。例えば劇場だったりとか、病院だったりとか、学校だったりとか、あと共同住宅だったりとか、でもこれはですね、もう戸建て以外って考えていただくのがいいと思います。戸建て以外ですね。アパートとかマンションとかもこの特殊建築物に含まれてきます。で、続いてですね。続いては、この二つ、木造と木造以外って書いてあるんですけども、ここに書いてある内容は、大規模建築物と呼ばれるものです。大きな建築物ですね。大きな建築物。じゃあ、具体的に、その大規模建築物ってどのような建築物なのかっていうのを、二つ記載しております。まず、木造の場合は、階数が3階以上、または、延べ面積が500平米超、または高さが13メーター超、または軒高が9メーター超の木造の建物が大規模建築物に当たります。で、軒高っていうのはちょっとこれ見ていただきたいんですけども、この部分ですね。地上から屋根のこの下の部分ですね。ここまでの高さを軒高と言います。で、この4つ、どれか1つでも満たせば、もうそれは大規模建築物に当たりますんで、例えば2階建ての木造で延べ面積が1000平米だった場合はこれ満たしてますので、これは大規模建築物に当たりますよってことですね。で、もう一つ、木造以外の建物でも大規模建築物に当たる場合があります。これ例えば鉄筋コンクリート造りとかですね、鉄骨造りもそうですね。これは2階建て以上または延べ面積が200平米超の場合です。この場合も大規模建築物に当たります。で、この超っていうのは、その数字は含みません。つまりこれ500平米とか200平米、その数字は含まずに、201平米とか501平米。その場合はこれ大規模建築物に当たるよ。500平米ぴったりとか200平米ぴったりはこれに当たりませんので。この13メーターもそうですね。この9メーターとかもそうです。13メーターぴったりは含みません。13メーター10センチとかなってくると、これは、この13メーター超に含まれてきますということです。で、この2つが大規模建築物ですね。で、これら以外、大規模建築物と200平米を超えた特殊建築物以外が一般建築物と呼ばれるものに入ってきます。こっちですね。で、まず大きく1、2、3、4つかなに分けることができました。で、その中でも上3つ、つまり200平米を超える特殊建築物と大規模建築物、これはちょっとまとめて考えて、で、一般建築物、これら以外のもの、これと分けてちょっと考えます。上3つと下1つ、これ分けて考えます。で、上3つについては、全国どこでも対象になってきます。これどういうことかというと、ちょっと1つ具体例を出しますね。例えば200平米を超えた、マンションを作るって言った場合ですね。300平米のマンションにしましょうかっていった場合、全国どこでもこれ新築する場合は建築確認がいりますよっていうことなんですよ。つまり山奥で新築する場合もこれは建築確認がいりますよ。で、一方でこっちですね、一般建築物、これら以外の建築物の場合は、都市計画区域だったり準都市計画区域など一定の区域に限って新築する場合、建築確認が必要になってるんですよ。つまりこれ山奥で建築する場合はこれ建築確認は不要っていう話なんですね。全国全てが対象じゃなくて一定の区域が対象なんだという話です。ただ大体建物を建てる場合ですね、都市計画区域内か準都市計画区域内の場合が多いんですよ。だからほぼほぼ建築確認が必要ってなってくるんですけれども、山奥とかね、そういった部分についてはここに含みませんので建築確認は不要になってきますよっていった話です。で、
続いてですね、増改築とか移転とかですね、まあ、増築、建物を大きくするってことですね。改築っていうのは建物の一部を壊して新しく作り変えるっていったイメージですね。例えば大きな建物があって、それを2世帯住宅に変えるといった場合、まあ、大規模なちょっと工事が必要ですね、まあ、そういったものが改築といったイメージです。で、移転っていうのは建物を壊さずに建物をそのまま別の場所に持っていくっていうことですね、まあ、あまりないんですけども、あの引き屋っていうのがあって、まあ、それがですねこの移転に当たるんですが、まあ、建物を壊さずそのまま別の場所に持っていくと、まあ、いった感じです。で、こういったものについては、まあ、全て建築確認が必要になってきますよってことですね。まあ、先ほどもお伝えした通り、まあ、一般建築物を、まあ、移転するっていった場合、山奥に移転するのであれば、まあ、これは、建築確認は不要ですよっていう話ですね。まあ、これは一緒です、内容としては。で、この米印の内容なんですけども、これは何かというと、防火地域や準防火地域以外の地域で増改築や移転を行う面積が10平米以内なのであれば建築確認は不要ですよっていった意味で米印にしています。まあ、原則はこれ建築確認必要なんだけれども、防火地域でもない準防火地域でもない、そういった地域で増改築移転のこの面積が10平米以内なのであれば、その場合は建築確認はいりませんよといった内容になります。で、続いて大規模修繕、大規模な模様替えですね。で、これについては一般建築物は関係ありません。これ関係してくるのは大規模建築物とか200平米超の特殊建築物、こっちに関係してきます。で、200平米超の特殊建築物や大規模建築物について、大規模修繕とか大規模な模様替えを行う場合は、これは建築確認が必要ですよっていう話です。で、まあ大規模修繕、大規模模様替え、具体的にどういった内容か分かんなくても大丈夫です。で、最後に重要になってくるのが、ここですね。まあちょっとここに書ききれなかったので、ちょっとここに別途書いてあるんですけども、用途変更をして200平米を超える特殊建築物になる場合、この場合は建築確認が必要となってきます。例えばワンルームマンションがありました。まあ、1000平米のワンルームマンションがあって、そのワンルームマンションを用途変更してホテル、ビジネスホテルにしますとか、まあそういった場合ですね。まあそういった場合はこれ200平米以上の特殊建築物になりますよね。まあ元々も特殊建築物だし、用途変更した後も特殊建築物なんですけども、この場合も建築確認が必要です。まあ用途変更した結果200平米以上の特殊建築物になるのであれば建築確認が必要ですよっていう話ですね。で、注意が必要なのは、用途変更であっても建築確認がいらない場合があるんですね。それはどういった場合かっていうと、類似の用途変更の場合です。例えば旅館からホテルに変えるといった場合です。旅館もホテルもこれ似てますよね。なので、その場合の用途変更っていうのは200平米超であったとしても、これは建築確認はいりませんよ。また劇場から映画館に変えるとか、これも劇場も映画館も基本的にはもう似たようなもんじゃないですか。だからそういった類似の用途であれば変更したとしても建築確認はいりませんよっていうことになっております。なのでこの点は注意していただければと思います。で、やはりここで重要なポイントっていうのは、まずこの200平米超の特殊建築物が対象だっていう200平米超ですね、ここを頭に入れる。あと、大規模建築物がどういった建築物なのか、この3階、500平米、13メーター、9メーター、2階、200平米、こういった数字ですね。これはちゃんと頭に入れておく。で、あとはこの米印の部分ですね。防火地域内ではなくて、かつ、準防火地域内でもない。つまり、防火地域の外、かつ、準防火地域の外で、10平米以内の増改築移転を行う場合は建築確認は不要ですよっていう話ですね。で、最後に、まあ、用途変更して200平米を超える特殊建築物となる場合は原則建築確認はいりますよ。ただし例外として類似の用途変更であれば建築確認は不要ですよっていう内容です。まあ、これでもう試験出やすい部分なんで、しっかり頭に入れていただければと思います。で、個別指導では、この数字ですね、ちょっと覚えるの厳しいなって思われてる方いると思うので、個別指導ではこの数字の覚え方についても解説しております。
これ覚え方分かっちゃえばすごく単純に頭に入れることができますんで、まあ、ぜひ使っていただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。